里田原遺跡は、長崎県平戸市田平町里面に存在する遺跡。長崎県指定文化財である。遺跡は、海抜50から60メートルの丘陵に取り囲まれた古盆地底に位置する。弥生時代から中世にかけての稲作以降を中心とした遺跡である。1972年より1987年まで23時に渡る発掘調査が、 長崎県と田平町教育委員会により行われ、水田とそこへ水を引き込むための水門、番や杭を用いた護岸の遺構、桑や隙などの農業用具、弓やタモなどの漁老用具、シャモジや、藤籠といった生活用具など、多数の木製用具が発見された。また、この遺跡からの花粉分析によると、ユース式時の時期には、 稲属型の花粉と重編が急増する。そしてシイの貴族、赤ガシア族などの商用樹林の主要構成種の花粉が極端に減少する。また、稲属型ともに、オモダカ族、水アオイ族などの水田雑草の花粉も増加する。この結果から、ユース式時期には、水田稲作農業が導入されたことが明らかになった。ユース式時期に、 稲作が開始されていたことは、プラントオパールの分析結果からも判明している。また、史跡簿も確認されており、弥生時代当時としては最先端の文化が根付いた、集落が存在していたと見られている。出土品の多くは1982年に遺跡に、隣接して開館した田平町リタ田原、歴史民俗資料館に収蔵、展示されている。ありがとうございます。